プレーナンバー1の10、佐藤建設、フォースダウン5、4回目の攻撃、攻撃権更新まであと5ヤードの獲得が必要。プレーを選択します。ギャンブル。ボールオン相手陣30ヤード。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック21番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、ファーストダウン。攻撃権更新です。パス成功。